決勝戦の様子第90回全国高等学校サッカー選手権大会は2011年12月30日から2012年1月9日まで11日間にわたって行われた全国高等学校サッカー選手権大会である1回戦2回戦3回戦準々決勝準決勝決勝国学院久我山 V 東海第5盛岡賞 V キンライフ 聖和学園 V 科川西北陸 V 大部、浦和東、V 那覇西鹿島学園 V 日小学園清水省、V ルーテル学院西目、v 三養亭強化 2V 奈良区へと山南、V 佐賀東西両 V 小名子北霧子学園、V 初芝橋本東久留米総合、V 歳 V 新潟西、V 鹿児島城西,島城西羽黒 V 四日市中央校、旭川実 V 徳島市立市立。 西宮 V 山梨学院大夫、近大府 V 清和学園大分 V 浦和東、青森山田 V と鞘板中央、V 高川学園鹿島学園 V 国学院、久我山清水省 V 山陽長崎日大 V 市立、船橋大社 V 気流第一奈良育英、V 富山南米子北 V 紀理工学園、昭子 V 森山北、中京大、中京 V 作用再び V 新潟西四日市中央。 公部委徳島市立東京都市大塩尻、部位立名館宇治市立西宮部位近代府、大分部屋大森山田焼田中央部位国学院、熊山清水省部位市立船橋騎牛第一、部位奈良育英義理工学園部位章市中京大、中京部位再部四日市中央校部位立名館、宇治市立西宮部屋大八焼田中央部位市立、船橋騎牛第一部位章市中京大、 中京分四海地中央校、大分分私立船橋小市分四海地、中央校私立船橋部四海地中央校シャモジは、日本高校選抜として、富士寺ロックススーパーカップ2012の、前座試合、ネクストジェネレーションマッチで、U、U-18J リーグ選抜と対戦。その後、第27回静岡県、ヤングサッカーフェスティバルに参加した選手。 ふとしもじの選手は、両試合に出場した後、3月31日から4月11日まで、第72回ベリンツなー国際ユースサッカー大会に参加した。日本高校選抜は、同大会で8チーム中7位だった。なお、鈴木武蔵は、静岡ヤングフェスティバルのチーム移行については、怪我のため不参加となっている。ありがとうございます。